受難節第二致立を迎えました。4月4日のイースターまで6週間の期間、教会では受難節として過ごしています。イエス様が十字架におかかりになったその苦難を覚えるとき、私たちも日頃の生活を変えてみて悔い改めつつ、祈りの時を過ごしたいと思います。本日はネヘミヤ記の9章の言葉が与えられました。可能であれば9章を全部お読みしたかったのですけども、とても長いので冒頭の3節だけ読んでいただきました。9章をパラパラとめくっていただくと、アブラハムとかエジプト、聞き慣れた言葉が目につくかと思います。ここに記されているのはイスラエルの人たちの歴史、アブラハムから始まってエジプトを脱出してバビロン捕囚、自分たちの歴史をたどっています。せっかくなので後半ですけども32節から34節だけお読みします。どうぞそのままお聞きください。お部屋気になる方は754ページになります。32節からになります。今この時、私たちの神を、偉大にして力強く恐るべき神を、忠実に契約を守られる神を、アッシリアの王の時代から今日に至るまで、私たちが被った苦難のすべてを、王も高官も祭司も預言者も私たちの先祖も、あなたの民の皆が被ったその苦難のすべてを取るに足らないこととみなさないでください。このすべては起こるべくして起こったのです。あなたは正しく行動されました。あなたは忠実に行動されました。しかし私たちはあなたに背いてしまいました。王も高官も祭司も私たちの先祖も、あなたの律法に従わず、度重なる命令にも戒めにも耳を貸しませんでした。途中ですけれども、ここに記されているのは罪の告白です。悔い改めの言葉です。これをお聞きになりながら、悔い改めという言葉はよく聞いたことがある、知っている、それで終わりにはしていただきたくないと思います。と申しますのは、このここに記されている状況がかなり異様な状況だからです。私たちがあまり経験したことがない、私たちの礼拝とは随分違う部分がたくさんあります。それは最初にお読みいただいた部分です。その月の24日にイスラエルの人々は集まって断食をし、荒布をまとい、土をその身に振りかけた。ここにいる人たちは食事もしないで、そしてボロの服をまとって、さらに土をかぶって、たくさんの人が同じことをしている。私たちの礼拝とはだいぶ違う状態だと思います。しかも一人や二人が断食をしている、悔い改めしているのではなくて、そこに集う
まあ、何百何千、まあ、どれぐらいか分かりませんけれども、たくさんの人が同じことをしている。はたから見るとかなり奇妙な集団だと思います。まあ、その時間も学び大抵のものではありません。1日の4分の1の時間を聖書を読んで、1日の4分の1の時間を、まあ、罪の告白をした、まあ、24時間の4分の1なのか、起きている時間の4分の1なのか分かりませんけれども、まあ、いずれにせよ何時間というか長い時間を聖書を読んだり、罪を告白することに費やしたとありました。そして人々の言葉にも注目したいと思います。私が罪を犯しましたと言っている、まあ、個人の罪を問題にしているのではなくて、私たちは罪を犯しました。私たちの罪を、一つの民が、まあ、同じ心で同じ言葉で悔い改めに徹しています。しかもそこに集まっている人のことだけではなくて、まあ、自分たちの先祖、もう今は生きていない、まあ、過去の人々に目を留めながら一つずつ罪を告白していきます。まあ、自分たちに置き換えると一体どういうことになるんだろう、まあ、少し、まあ、歴史を、日本の歴史を顧みて、まあ、例えば徳川時代や戦国時代の将軍の名前を一人ずつ挙げながら、あるいはもっと弥生時代や縄文時代にまで遡って、まあ、その時に人々が犯したであろう罪を一つずつ告白をして、何時間と告白をしていきます。今ここに集まっている人たち、この何時間も告白をしている人たちは、まあ、これまでにも十分苦しんできた人たちです。戦争に負けて国を追われました。バビロニアやペルシャもいろんな国の支配を受けながら、遠い国で肩を寄せ合って暮らしました。やっとの思いでエルサレムに帰ってきて、そして汗を流して城壁工事を完成させた。その彼らがどうしてこのような罪の告白をしなければいけないのか。私たちは神から離れました。あなたの言葉をおろそかにしました。繰り返し繰り返し罪の告白をしています。まあ、それだけでなくて、ダビデ王やアブラハムにまで遡って先祖の罪を告白をしています。どうしてここまでしないといけないのか。その理由は、罪の告白は神様の憐れみの歴史になるからです。罪を告白することは神様の憐れみの歴史をたどることになります。神様がこれまでにどれほど私たちを憐れんでくださったのか。神様の助けが今ついさっき始まったことではないからです。エジプトで叫び声を上げたときに、あなたは奇跡を行ってくださった。あれので飢えたときにはパンを与えてくださった。乾いたときには水を湧き出させてくださった。私たちが従わなかったときにもあなたは先祖を見捨てなかった。罪の歴史と、私たち人の罪の歴史と重なるように神の憐れみの歴史が続きます。私たちは罪を犯しました。しかし神は導き続けてくださった。あれのに見捨てることなく、獣は朽ち果てずに、足も腫れることがなかった。私たちの罪の歴史は神の憐れみの歴史です。罪を告白することは辛いことではありますけれども、神の御業を褒めたたえることになります。罪の告白は、個人的な、プライベートなことでは終わりません。神様と関係がある、神様と深く
結びついているので、罪を告白することは神を賛美することになります。この罪の告白が遠い昔の、アブラハムにまで遡っていることには、もう一つ理由があります。ここにいるのは、貧しい人たち、ペルシャで財産を築いて、ペルシャで生活を立て直して、考えようによっては、ペルシャでそのまま一生を終える方が、安泰だったかもしれませんけれども、それはもう一回手放して再び何もない土地にやってきました。この後のことは簡単に想像することができます。ペルシャにいた頃は良かった、美味しい食べ物もあって、住む家もあって、ペルシャにいた方がずっとマシだった。ちょうど水曜日の祈祷会では出エジプト記を学んでおりますけれども、それと同じように人々がエジプトの暮らしは良かったというのと同じように、彼らもきっとペルシャの生活を懐かしむようになります。しかし神様は、その古き良き時代がどんな時代であったか、そのことをはっきりと知らせようとしています。美味しいものを食べて贅沢に、ささやかですけれども贅沢に暮らしていたペルシャの時代は、律法を守らなかった、守れなかった時代。神様の言葉から離れて神様に背いた結果がペルシャでの生活でした。あなたたちの過去は罪の積み重ねの生活だった、そこに戻ろうなどとは考えてはいけない。今この時から、今この礼拝のこの瞬間から罪を悔い改めて新しく生きていかなければならない。そのために繰り返し過去の罪を思い起こして、繰り返し神様の憐れみの歴史をなぞっていきます。私たちも同じように何度となく同じ聖書の箇所を読み、教会の歴史に思いを馳せながら、信仰の歴史に思いを馳せながら、新しい力をいただきます。あの時、救いようのない罪深い私たちに、神様がイエス・キリストを与えてくださった。同じように、今私たちにもイエス・キリストが与えられている。律法学者や祭司長たちが、主イエスを十字架にかけたように、私たちの手によってイエス様は十字架にかけられた。そのことを繰り返し、私たちは告白をしながら、何度も神様の憐れみを発見します。もし、もうすでに神様の憐れみがすっかり途絶えているのだとしたら、過去の人たちの罪によって、もう神様が憐れみを与えることをやめるのだとしたら、私たちがこうやって礼拝に集うことも不可能です。私たちが繰り返し罪を犯しても、神様は諦めずになお許しを与えようとしてくださいます。だからこそ、教会を建て、礼拝の場を整えて、私たちを日曜日ごとにここに招き続けてくださいます。私たちがするのは、過去を、昔起きたことを懐かしむことではありません。過去を振り返るのだとしたら、過去の罪を知って、そして神様がどのように私たち人間を憐れんでくださったか、神様が私たちの罪をどのように許してくださったか、神の歴史に目を留めなければなりません。心に留めておきたいことがあります。神様が私たちを痛めつけようとしているのではない。ただ悲しむだけ、ただ落ち込むために悔い改めをするのではないということです。なぜなら神様はいつもその先の道を用意しておられる。
許しを与えてくださる、罪の許しを与えるために神様が悔い改めの道を備えておられます。悔い改めの道は、あまり楽しいことではない、険しい、寂しい、苦しい道です。けれども、その細くて険しい道に神様は小さな灯火を灯して、こちらですよ、こちらにいらっしゃいと、いつも案内をしておられます。悔い改めの後には、許しを、救いを与えたいと、神様が強く願っておられます。ですから、悔い改めの道は、誰もが通らないと、通らなければならない。避けて通ることはできない。けれども、そこは救いにつながっている道になります。イスラエルの人たちは、一人の人のようになって聖書を読みました。一人の人のようになって、自分たちの、そして過去の人たちの罪の告白をしました。とても惨めな、悲しい告白、自分たちの過ちを認めなければならない。けれどもそれは失望には終わりません。神様の憐れみは、昔も、今も、そしてこれから先もずっと与えられるものだからです。私たちは知っています。この城壁が、エルサレムの城壁が崩れ落ちて、神殿が焼き払われようとも、ここに永遠に消えることのない救い主が与えられたことを知っています。そしてこの方が、かつての救い主であっただけではなくて、今も、そして常しえに私たちの王としていてくださる、この憐れみの中に生かされているからこそ、私たちは今日も希望を持って悔い改め、そして神様の前で罪を告白することができます。お祈りをお捧げいたします。ご来殿の父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。受難節のこの時、短いひとときではありますが、共に集い、祈り、罪を告白し、褒めたたえ、あなたの御業を思い巡らす時を感謝いたします。あなたが与えてくださる救いの道に漏れなく私たちを歩ませてください。あなたの力を信じ、御救いを信じて、この1週間も歩ませてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。